アレクサンダー・ベゼンコフは、ブルガリアのバスケットボール選手。キプロスの首都ニコシア出身。ポジションは、パワーフォワード。1995年に、ブルガリア人の両親の間に、キプロスの首都ニコシアで生まれる。2005年に、地元のオポエルニコシアのバスケットボールチームの、アカデミーチームに入団。一家は2009年に、ギリシャに渡り、アリステスサロニキ BC のユースチームに入団。 2011年にトップチームに登録され、プロデビュー。2012から13シーズンにリーグの最優秀若手選手賞を受賞。続く2013から14シーズンも若手選手賞を受賞。さらに2014から15シーズンはリーグ MVP、ミップ得点王を受賞するなど、充実したシーズンを送った。ベゼンコフは2015年の NBA ドラフトへの エントリーを表明したものの、直前で回避。2015年7月、リーガ悪部の FC バルセロナラッサと4年契約を締結。2015から16シーズン終了後に2016年の NBA ドラフトにエントリーしたものの、再び直前で回避。2016から17シーズンは、スーペルコパ優勝を経験。リーグの若手チームにも選出された。 ベゼンコフは3度2017年の NBA ドラフトにエントリーし57位でブルックリンネッツから指名された。2010年からユース世代のブルガリア代表に招集され2011年のファイバーをマイナス16ヨーロッパ選手権では平均27.1得点を記録。2013年の U-18 ヨーロッパ選手権では22.4得点。 2014年の U-20 ヨーロッパ選手権でも19.6得点に11.2リバウンドを記録し、オールトーナメントチームに選出。2015年からフル代表に招集され、リオデジャネイロオリンピック出場権をかけたヨーロッパ選手権では平均17.3得点を記録した。ありがとうございます。